であり、はい、今年の題材が北斗七星、はい、そうですね、そう思ってまた拝見すると思いがね高まってきますね。はい、はい、さあ、ね、明日からのルックをね無事に楽しく過ごせますね。そうですね、はい、はい、推進おめでとうございます、はい、ありがとうございます。それでは花束の贈呈がございます。はい、ミスねぶたから今年の制作くださったねぶた師の皆さんへ花束の贈呈がございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞ。さあ、野村さんがお作りになったのはプロクレアねぶた実行プロジェクトの錦秋戸隠もみじ狩りだそうです。はい、なんか拝見したところ、まあ、黒が効いていると言いますか、白が効いていると言いますか、また斬新な感じですね。黒が効いている。そんな斬新でもないですけどね。はい、どうですか今年作ってみて。あ、もう、まあ、一生懸命作れたんで、え、2年目の年目なんでね、なんとか作れたっていうのが一番の、はい、そうね、でも去年はね、はい、まあ、いい賞もいただきながら、はいね、どのあたりが今年見てもらいたいなっていうところでしょうか。いや、あの普通にあの面には力を入れますし、鬼神の方、鬼の方も、まあ、記念にしかなったんじゃないかなと思います。はい、はい、続いて福士博明さんです。福士さんは青森市役所ねぶた実行委員会の十和田湖伝説八の太郎と南祖母をお作りになりました。はい、今年のねぶたの見どころは、はい、まあ、今までいろいろこう十和田湖伝説のあの、巻物からの字が刀になって振りかかるっていう文献はあるんですけども、まあ、そういうねぶたがなかったなっていうのでそこに挑戦してみるというのと、あとは巻物を、空中にひらひら、回せるっていうところをちょっとやってみようということで、はい、力を入れました。はい、というところ皆さんこのねぶた見ていただければなと思います。ここから剣が見えます。はい、はい、ありがとう。さあ、そして塚本理香さんです。青森山田学園の宮本武蔵と虚芸をお作りになりました。で、虚芸、クジラですよね。はい、そうです。これはどうしてこの題材にしようと思ったんですか。唯一山田学園って教育機関なので、うん、ちょっと海のことについて考えていただく機会になればいいなと思ってこの題材選びました。なるほど。出来上がってみていかがですか自分で。そうですね、あのクジラもそうですし、あの周りにある生き物たちもちゃんとこう生き生きできた感じに仕上がったのでよかった。相馬俊明と私たち一同、私たちのねぶた自主制作実行委員会は独眼竜政宗をお作りになりました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今年の制作秘話など何かエピソードがありましたら教えていただけますでしょうか。まあ、自分たちはあの仕事をしながらあの一般市民の方があの仕事終わりに夜間あのみんな集まってわいわいがやがや作っているんですけども、まあ、平日やっぱり人数が少ないので、骨組みまで基本電気が入ってなかったりとか、カビ張りがちょっと増えて夜遅くまで頑張ってとか、そういうところがありました。続いて吉町雄貴さんです。サンロード青森海の神霊安曇の磯空をお作りになりました。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。いや、今年はですね3年目ってことなんですけど、過去2年とは全然違う精神状態でした。っていうのはやっぱり自分自身のその3年目の慣れっていうのもあったと思うんですけど、それよりもそのスタッフの人がすごくこう優秀な人が何人か自分に手伝ってくれるっていうことになりまして、そういうのがこう津軽弁ですけど、去年までただはかめぎながら、はい、焦ってこう台上げまでになんとか間に合わせねばまねっていう、そればっかりこう考えて焦ってたんですけど、今年はそういうことが全くなく、常にこうなんかどっしり安定した精神状態でできましたね。はい、続いて林ひろみさんです。はい、お疲れ様でした。日本通ねぶた実行委員会の怪病佐賀の夜桜をお作りになりました。はい、ここを見てほしいというところはありますか。どんなところでしょうか。まあ、やっぱり猫の迫力、巨大な猫の迫力と、あとまあ夜桜
なんですけど、あの紫トキングでグラデーションで、色塗った夜桜をちょっと見てほしいなと思います。夜桜のグラデーション、そうですか。じゃあ火が入るのも楽しみですよね。あの周りの方のいろんな方のねぶたを見て、なんかやっぱりこう気にはなりますかね。あの制作中はそんな気にならないんですけど、やっぱりダイヤに言うとやっぱりどこのねぶたもいいなって。あ、やっぱりついつい気になって見に行って、はい、思います。はい、手塚茂樹さんはマルハニチロねぶた会ヌエ大樹を制作されました。はい、今年制作される中で、あのどこに一番力が入りましたか。そうですね、今回は特にそのヌエの顔面のを特に大きくしようということで、はい、そこを強調するように制作しました。かなりでかい面ですよね。そうですね、結構おおって感じで、そばに行くと顔だけで3メーター以上あるので。はい、続いて田須田龍鳳さんです。おー、舞台公開ロマン海峡義経飛龍をお作りになりました。ロマン海峡義経飛龍ということで、源の義経をですね、まあ、テーマにしたねぶたですけども、まあ、明日実際ねぶた祭りで動きますが、今のところイメージ通りできたねぶたかなと思います。なるほど、初子さんの魂が入ったわけですね。私の魂もそうですし、スタッフの魂も、スタッフの魂も、演劇の社員の皆さんの魂も入ってくるかと思いますね。はい、続いて北村麻子さんです。青森市民ねぶた実行委員会岸坊陣をお作りになりました。はい、見てほしいんですけれども、まあ、一番は鬼の肌の色ですね。あの鬼っていうのはこう基本的にこう男の鬼っていうのがよく出てくると思うんですけれども、男の鬼っていうのはこう分かりやすい、表面的に分かりやすい力強さだったりで、こうすごく強い色、真っ赤だったりとか真っ青だったりっていうのを表現する色で表現すると思うんですけれども、今回は母親の鬼なので女性なので、こう女性の内からにじみ出るような強さだったりとか恐ろしさだったりとか執念っていうのを表現したかったので、こう淡色を暖色も4色を合わせて表現しました。北村さんは2台お作りになっていますので、じゃあ先に許可順で NTT グループねぶたの方からお伺いいたしましょう。達国の岩屋伝説をお作りになりました。やっぱりですね、あの見どころの一つとして、あの流れ落ちる滝の表現をどうリアルに、造形に落とし込むかというところで、構想段階から非常にそこはこだわって一番苦労した点です。そうすると、その滝のしぶきっていうあれなんですか。そうですね、はい、まだね、あの夜の街にどう入るかっていうのは、ね、私もまだ想像がつかないんですけど、あそこの下に行くとマイナスイオンが来るとか、そういうわけでもないよね。あのミストとかでね。そして青森県番犬工業組合よもず平坂伝説、こちらはドクロが中央に配された斬新なものですよね。そうですね、はい、いや、あれはなんか本当見たことないような、子供たちがぎょっとする、驚いて泣き出しそうな感じですね。どうしてそれはどういうところ、ああいう発想が生まれたんでしょう。そうですね、またおそらくねぶたで表現されたことのない、であの予備の国、あのいかに自分の世界観に落とし込むかっていうところで、あえてこの人間の生と死っていうのを相反するものをテーマに、はい、説明しました。ねぶた愛好会大会の守護神天父様をお作りになりました。はい、お疲れ様でした。ここを見てほしいというあの工夫された制作ポイントはありますか。見てほしいのはやっぱり天父さんなんだけども、結局はあのその天父様をお守りしている人物と千里眼という2つの騎士の持ちを見てほしいです。はい、ありがとうございます。で、大城画工さんの代理店奈良聡さん歌唱会会長がお見えです。県庁ねぶた実行委員会木録大王老術を使うをお作りになりました。お疲れ様です。あの気になったのが、あの五色の羽を持った鳥ですか。はい、あれもまた鮮やかな色使い。そうですね、今回はその、まあ、艶やかさを出そうということで、木録大王の方も、まあ、猛獣を12扱って、やるということで、いろんな猛獣を
配置して、まあ、全体的に艶やかになるような制作をしました。はい、内山流星さんは消防第二分団ねぶた会朝日ビールとピッチピーレンのねぶた2台作りました。まずは、消防第二分団朝日ビールの矢野根八幡の制作についてのエピソードからお伺いしたいと思います。やっぱり赤い上塗りっていうのは繊維を表しております。それから対してその鬼で刺さってる矢、それが矢野根の矢ですね。その辺を注目してみてほしいです。あっしり刺さってますよね。あっちり刺さってますね。真ん中でここにあれ、まあ、あの最後のテーマね、福岡歌舞伎とかね、歌舞伎も大事があるんで、もしかしてそれもあってああいう隈取りのやつなのかな。そして青森市 PTA 連合会龍神と大ナマズです。この題材はですね、中学生に公募していただいて、で、まあ、入選作を制作するということで、まあ、今回始まったプランなんですけども、被災地、石川県に向けてのお手伝いですので、ぜひともですね、被災地の方にもお手伝いしてでは、北村連盟さんです。北村さんも2台お作りになりました。まずは日立連合ねぶた委員会川津三郎助康川津がけ、この川津がけで見てほしいところはどんなところでしょうか。やっぱでも投げ飛ばした迫力ですね。投げ飛ばした迫力。本当には相撲の決まり手であの川津掛けってかなり豪快な技ですからね。そして着物の華やかさも。そしてもう一台パナソニックねぶた会欧州覇王独眼竜立正宗、こちら工夫された点、見どころなどはどういうところでしょうか。見どころはなんと竜ですね。竜黄金という、その後自分は金運が良くなるように。第6代ねぶた名人北村隆さんです。2台お作りになりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日、はい、まずは日本2組、日本風力開発グループ朝比奈三郎ワニザメを生け捕るについてお伺いいたします。これはですね、朝比奈三郎ってカッパ御家人の一人の高潔な武将なんですけど、私はその朝比奈って大好きだって何度も何度も作ったんですけどね、でいろんな場面があるんですよ。で2年くらい前から考えていました、これを作ろうと。そうすると、いっぱいやった朝比奈三郎、今年の三郎はどうでした。今年の三郎は今までないようなね、豪快さ、迫力、そういうのを言ったんですよ。でもう一台、大和運輸ねぶた実行委員会雪の吉野山激闘です。冬ですね。雪ですね。雪ですね。まあ夏だから四時神社なんか雪を表現しますが、これはね、私はね、もう50元の中な佐藤伝道っていう先生がね、作られたんですよ、その佐藤方のね。だから私もそれで私なりの表現をしたいで、この佐藤の方を作りました。よろしくお願いします。ねぶた師匠会最後の人になりました。第7代ねぶた名人竹並博さんです。竹並さん2台お作りになりました。はい、お疲れ様です。こんばんは。まずは JR ねぶた実行プロジェクト足柄の金時来航に従うについてお伺いいたします。まあ、こちらも竹並さんらしい赤が生えているセンターですね。はい、見どころとか。はい、見どころ、見どころ、まあ、完成してご自身でどのように。まあやっぱり赤ですよね。はい、金時さんを作りたかったものですから、はい、見事な赤ですよね。
赤って。まあねぶたの赤ですよね。赤じゃなくて赤なんですか。毎年ねぶたをお作りになっていて、やっぱり赤は使うと思うんですけど、はい、毎年その赤って変えるんですか。変えます。去年の仏典の赤ですけど、あれ以降はまた違う赤です。去年は赤。赤って感じですかね。そして青森猟友会新天地開業の先へについてお聞かせいただきます。はい、今回はテーマとして造形的なテーマとしては風を表現したかったので、その風の動きが感じてもらえるような細かい骨組み、それから墨の線も思い切って変えました。はい、なんかこう正面から見るとなんとなくこう流れがありますよね。はいはいはい、こっちからこっちみたいな雰囲気も全然、はい、それを感じてもらえれば、ありがたいなと思ってます、ね。はい、こっちからこう、はい、西風吹いてるなみたいな、風を感じるねぶた。ですから袖の風で広がっている袖とか着物の裾、帯、髪の毛、全部同じ方向、同じ角度にして、で墨の線ももちろん足元にも及ばないんですけど、昔の鹿根先生の花筆ではないんですけど、ああいうその、なんていうスピード感のある墨を初めてやってみました。プロクレアネブタの早押し方です。最後は小野寺文美さん、上白川ひなのさん、金笹原ルナさんです。それではいいタイミングでお願いします。令和6年青森ねぶた祭り前夜祭林コンテストの開催です。日本通株式会社青森支店ねぶた実行委員会日本通林方です。
笛小泉ティフトさん、鐘小川しおりさんです。Thank you.
して6番ねぶた愛好会、ねぶた愛好会林委員会の皆さんです。太鼓中村貴人さん、上奈良悟さん、金清水恵美さんです。ねぶた愛好会です、よろしくお願いします。日本風力開発グループ青森ねぶた林保存会2組の皆さんです。太鼓阿部竹丸さん、笛斉藤翔太さん、鐘山口優一さんです。日立連合ねぶた委員会林方青森ねぶた外流会です。太鼓倉内博勝さん、上佐々木翔さん、金陣敦樹さんです。気をつけ、はい、外流会
本日は9団体目 JR ねぶた実行プロジェクト JR ねぶた林会の皆さんです。愛子黒石海星さん、上小枝翔也さん、金小林秀美さんです。
続いて12団体目 NTT グループねぶた投稿会の積水会の皆さんです。太鼓鎌田来希さん、笛斉藤れなさん、鐘西澤さやさんです。13団体目マルハニチロねぶた会林方海なりの皆さんです。太鼓松橋氷河さん、笛五十嵐博文さん、鐘小川千波さんです。
青森県板金工業組合鍵盤囃子方一新会です。太鼓福井貴博さん、笛阿部光平さん、鐘横山由良さんです。えい、いよいよ最後の団体です。16団体目、青森山田学園ねぶた実行委員会竜王会の皆さんです。太鼓井筒優馬さん、笛小川大成さん、鐘沼山里奈さんです。よろしく。